フレドリック・ホルムルンドは、スウェーデンのミュージシャン、パフォーマー、ソングライター、IT 技術者、ヨヒオのバックバンドのベーシストとして知られている。他に参加したバンドはデサイ派。2015年よりマーシュにギタリスト、ボーカルで参加。スウェーデン、セーデルテリエ、1989年8月7日、生まれ、セーデルテリエ育ち。10代の頃から、ロック、パンクジャンルで、 バンド活動を始める。担当は主にギターと歌。2011年に結成されたハイブリッドメタルバンドデサイハにはベーシストとして参加。2012年デサイハに集中するため当時の仕事を退職。当時のバンドのマネージャーはヨヒオ。2013年メロディーフェスティバレンではヨヒオのバックでベーシストとして出場。 演奏曲のハートブレイクホテルはカールスクリューナのテレノールアリーナで行われた2013年2月2日の決勝戦まで残り133ポイント獲得で第2位。この曲はスウェーデンのチャートでベスト8を記録。同年ツアーを観光。最終日のストックホルムアネクセットホールでの公演ではゲストアーティストにガクトを迎えて行われた。 翌年2014年にもメロディーフェスティバレンでヨヒオのバックバンドとして参加。演奏曲のツーザエンドはフレンズアリーナで行われた決勝戦で82点獲得で6位。2014年8月でサイハが初のシングルカスティエルをヨーハイオズが CEO を務めるキオズエンターテイメント発のリリース曲としてリリース。スウェーデンの iTunes のロックジャンルで1位を記録。 デッサイ派は2015年の初めに解散。その後フレデリックはマーシュにギタリスト及びボーカリストとして参加。ありがとうございます。